おはようございます、コウマです。結構素敵な光が差し込んできましたね、気持ちのいい秋の光ですけども、少しずつ、寒さが増してますよね、その情景をですね、ちょっとまあ言葉で、書き留めたいなと思っています。今回、ラミーの巣からでですね、じっくり味わいながらラミーの巣からの美しさを感じながら書きたいと思います。ではスタート。光に当たるとまた濃淡が美しいですね。何とも言えない美しさでしょうか。綺麗ですね。今回もこのラミー巣からこちらに小さく小さく入ってますね。非常に品があります。そしてストーンとペン先までですね、無口なデザインですね。なんといってもこの先端がですね、非常に美しい、見とれますね。芯の送りも静かですね。この季節の移り変わりですね、ちょっと書いてみたいと思います。ノートはガンガンに内容している4コマノート。本当に仕事も含めて愛用していますね。そしてこうしてさっと書くのも大事かなと思います。この影もいいですね、ペンの影。日本語って本当に綺麗ですよね。楽しめます。ちょうどこちらに空が映り込んでますけども、暖かい光が差し込んで、その恵み、光の恵みですね。まあいろんな恵みがあるかと思うんですけども、それに対しての、まあ、感謝。日本語を縦書きで書くっていう時間を本当におすすめです。気持ちがいいですね、まあ、その時にまあどういうペンでもいいかと思うんですけども、じっくりとゆっくりと書くっていうのがなんかいいですよね。このラミースカラ美しいですね。やはりこのシルエットが綺麗なので影もですね、非常に美しくですね。そして描いたものをこういうのに少し眺めながらじっくりと
雰囲気を味わっています。もちろんベンもめでるというような行為はいつもやっていますね。本当に美しいベンと一緒に過ごすというのは心地よいもんですね。もう一節書きたいと思います。音に触れる、例えば車でもそうですけども、何か、まあ、最近ですと iPhone で音に触れるっていうのがありますね。まあ、どういう心地よい音、まあ、過ごすか、それによって一日が全く変化しますね。非常に気持ちがいいです。はい、いかがでしょうか。非常に気持ちがいいですね。この日本語、感じたものを日本語で書く、しかも手書きで書く、その様がですね、非常に最近なんかいいかなと思ってます。日本語って本当に美しいですよね。それをまあ書でこう書くっていうのはなかなかいいかなと思っています。皆さんもぜひこの季節の移り変わりを日本語で書き留めるっていうのをちょっとやってみたいでしょうか。もしこの動画が楽しければいいねとチャンネル登録します。では、また会いましょう。